組の第8組男子 400m 競走の予選です。第1レーン山崎くん東海大浦安、第2レーン吉川くん千葉東、第3レーン三上くん市立船橋、第4レーン金子くん市立松戸、第5レーン井上くん市立柏、第6レーン福島くん専修大松戸、第7レーン池田くん八千代、第8レーン森下くん東京学館浦安。以上の選手によりまして予選最終組の第8組です。グリーンカードが示されました。不正スタートではありません。スタートのやり直しです。男子 400m 競走の最終組、予選最終組第8組です。千葉東の吉川くん、そして一律柏の井上くんが軽快に走っているように見える。第4コーナー回ってここから向かい風が吹いていますが頑張れ。先頭は吉川くん、千葉東、そして外側一律柏の井上くん。49秒中盤でフィニッシュ。速報出ました。第2レーンは吉川くん千葉東、時間49秒55でした。結果です。男子